ちゃって。はい、来ました。すごい瞬間に再開された。映ってるよ。再開させていただきました。じゃあ今回、ちょっと実験的に外でということでやってるので、若干ゆるーく、しかも今日ノンプラン、9割型ノンプランというびっくりするような配信をしてしまった。でもこうやって外でやると本当にゆるゆるになっちゃいますね。うん、なんかこのゴロンと横になりたいくらいなんですけど。ね。になってビールでも飲み会ぐらいな、なりたいなとしますね。いいですね。バーベキュー配信でも考えましょうか。そうですね、あの家ゾーネで、家ゾーネそうですね、家ゾーネで。そうですね、渡辺さんちは完成したしたんじゃない。あの立派な釣り堀になってました。なってましたね。そうですね、釣り堀、そういえば釣り堀できてましたよね。何釣れるんでしょうね。なんか自分の趣味で釣り堀にしちゃったみたいな。だいぶ本格的な、いいですね。いつでも釣りに来てください。じゃあ釣った魚をその場でバーベキュー、配信で、ね、いいですよね。まあそれも含めて、あの時渡辺さんに出ていただいた時にはすごい家ゾーネな魅力をたくさん語っていただきましたけれども、またそういうような機会があれば渡辺さんもまた出ていただきたいと思いますし、またその作る側の方のちょっと思いとか情熱とかゲストで出ていただけたらなと思うんですよね。だからその際はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。何なんか締めちゃってるし、いや、出てねみたいな。ね、あの出たいなっていう人も募集です。そうですね、大丈夫です、切らないから。大丈夫、切らないから。あ、そういえば、そういえばですね、ニュース的には捕まりましたね。あ、捕まりましたね、容疑者さんが、漫画喫茶で、まさかの漫画喫茶で、頑張ったら見つけれたってこと。もうまああれだけね、いろんな、ね、写真だなんだいっぱい出ましたからね。もう決められたんだろうな。そう、ただ時間がやっぱりね、経ちすぎましたよね。びっくりするぐらい時間経っちゃったから、それでやっぱりかなり長い間逃走してしまいましたから。そうなんでしょうね。これで真相本当の意味での解決になるのか、まあ、事件としては終わらなかった事件としては解決になるのか、またこれからまた注意していかなきゃいけない部分を学んでいくのかっていうところではあると思いますけどね。まあでもひとまず捕まってよかったです、ね。次は誰でしょうか。次は、おい小池ですか。おい。あ、あれそうか、まだいるの。おい小池。皆さんでもう探しちゃいましょう。おい小池。あの人も多分顔変わってるでしょうね、きっと。ね、歯がないって書いてあるけど、歯は入れてると思いますけど。歯がないって。前歯が4本ないとかっていう、手配情報では、あったというような気しましたけれども。入れるでしょう、ね、うん、ですけど、笹さん、え、締めですか、笑いって、すいません、なんか締めたふりです。もうノープランで今やってますんで。そうです、今日ですね、あまりにも ノープランすぎましたね。次回はちゃんとね決めてるんですよ、それはね秘密ですけど、まだまだまだ。なんかね、このまま外で配信できるっていうことがもう本当に分かったので、まあ、本来はねお祭りの中にこうカメラを持ち込みながら、歩きながら配信しながらみたいな、ね、形は本当は撮りたいところなんですが、まあ、まあ今日はなかなかちょっとそういうところで、
難しいものがありますので、今日は、外で配信できるんだよという実証実験も兼ねて、そうですね、ちょっとね、回線が思ったよりここ良くなくて、ね、うん、もっと早いかと思って、うん、本当はもっとめちゃめちゃ高画質で送れる、うん、だからそこが残念、そうですね、例えば機能性を維持できたとしても、今度はやっぱり札幌市内とか市内の中でも中心部でも環境の、要は周りにビルが建ちすぎてるとか、うん、ちょっとなんか違うもの出ちゃってる場所が近いとか、それは何ですか、いやもう違うものが来ちゃってる、分かんないけど遠いとか、そういうね、うん、もので、やっぱり回線の環境が良くなければ、うん、ちょっと配信とか、うん、その後の処理を考えなきゃいけないとかっていうような実験の意味も含めてのお外での機動性実験も兼ねてますんで、そうですね、はい、うん、まあ、そういった意味では確認できた分は今日は成功なのかなって、そうですね、うん、思います。だから結局やってみなければわからないと、やりましょうってことですね、やりましょう、やりましょう、動きましょう、そう、動きましょう、行きましょう、そう、食べましょう、見ましょう、そう、そうなんです、ですので行きましょう、食べましょう、飲みましょう、うん、カラス、カラスが近所に集まってきましたよそうですね、カラスもですね、子育ての時期だから大変なんですよ、すごいですよね、僕この間襲われましたよシオンの散歩してる時に、こう頭スレスレスーッとここに出ました、何回かこう捕まえようってこう試みたんですけどダメでしたね、なんか私の知り合いがこうやって、それこそフランクアメリカンドッグかなんかを持ってる、うん、こうやって持ってたらしいんですよ、うんうん、そしたらカラスがですね、低空飛行でフランク来ると目立ってシュッて飛んでって、うんうん、あってみたらフランクフルトがなかったらしい丸山動物園のカラスは本当に一瞬の隙をつきますからね、そうです ね、あそこでお弁当なんて食べようもんだったらもうあっという間に持ってかれますから、大変ですよ、気をつけてください皆さん、いやもう、うん、来るんじゃないオーラを出しながら、うん、いや、うん、ヘルメットにカメラをつけて宮治さんのジェットコースター中継希望、マサさん、マサさん、でもね、全て自分でライブしてるから何から全部を持参して乗っていけば可能なんですかね、うん、まあ、できるんですね、うん、あれだよ、マサさん、ヘルメットにカメラをつけて、ジェットコースターの中継希望の後ろで線がつながってって、後ろにパソコンをこうやってジェットコースターなのにこうやって持って押さえてる誰かがいるわけだよそれが笹さんでないとは言い切れないかもしれない、うん、でももうこれだけ持ってこれだけ行けば、うん、まあ、ただ手はねもうフリーにはならないだろうから、なんかあそこは安全ベルトがガシッこうね、あ、まあまあ、安全ベルトにライブシェルをくくりつけるとかそれ企画としてちょっとやりますか、宮治さん返事がございません、返事がございません、ダメです回っちゃダメです、あれですね、こういう機能性はね、笹さんに任すからもう人に振ってるし笹さんに任すからうん、ね、あとそもそもあれでしょう、改善チェックしなきゃダメでしょう、ジェットコースター立ってるような場所って笹さんもジェットコースター苦手みたい、あ、じゃあ二人でね、先頭と後ろで、あ、そうそうそう、一人はライブシェルをとりあえず持ってて、一人はこうカメラを持ってて、うん、それを下から、うん、下からさらに、いやーみたいな今別のライブシェルで、あ、車
くるって回った瞬間にあれなんか飛んでったみたいな危ない危ない。いや面白いですね。こんな感じでも外はね今後どん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 やっていきたいですね。そうですね、うん、まあ次回外でやるときはプランは立ててこようと思いますね、うん、こんなぬるくならないと思います。いやでも本当に真面目にバーベキュー配信なんてねちょっと面白いかもしれないんで。そうですね、サザさん含めネットピッサさんとか皆さん、そうですね、渡辺さんとかお集まりいただいて、ネットピッサさんはね今ね、うん、近くに開店し今日開店した3代目月見店でラーメン食ってます。ラーメン食ってる月見店またできたんだ。月見店行ったことない。美味しいんでしょうか。おすすめは何でしょうか。味噌な気がするけどな。なるほど。笹さん、あえて読みませんがやっちゃダメです。そういうタイムラインを私のところに書かないように、こらやっちゃダメですよ。いろいろね今ネットでこうやって中継できるようなところも多くなったので、ルールとか規制とかも絶対厳しくなってくる部分っていうのはあるんですよ。だからルールは守りながら そっち系も必ず規制されちゃいますから。そっち系ダメです。あと5分、あと5分です。いや、ぬるーくぬるーく本日配信させていただきましたけれども、本日もうっすら聞こえますでしょうか。BGMレイズ、はい、流れております、ね、もう超アナログなやり方で、そうなんです、超アナログなやり方で今 BGM もお届けしてます。それはあえて、まあ、後ほど誰かのウォールにペタッとこう誰かの、ね、貼られることでしょうけども、うん、ただ、やっぱりハイテクが揃う中でどうしても一つやり方に困ったぞと思ったら、よし原点に帰ってみよ うアナログで、そう、うん、原点に帰るのも一つの手法、うんね、アナログはアナログでとてもね手法としていいものがたくさんあるので、うん、活用してこその手法だと思うんですよね。そうですよ、そうですよ、うん、まあ原点はアナログですよ。そうなんです。というわけで今日の X レイズも、今日の X レイズですか。なんか疲れてるのかな、X レイズさんはこの間旭川で、ライブがあって、ねね、結構盛り上がって、帰ってきたみたいですけども、迷子も増えてます。迷子発生中、そうです。笹さんね、中継ね、ジェットコースターは嫌だけど山本慎也監督のように風俗中継ならできる。ダメだって言ったじゃん。ダメだよ、いきなり3秒でバンされちゃうよ。ほんま3秒でバンされちゃうよ。いやだ、笹さんがシズニャンゲストに呼んでくれね、一応お声掛けはしてますんで、笹さん いつかね、登場するかもしれません。今後期待でお願いします。あとあれですね、本日お祭り会場 の脇のちょっと公園でのんびりできるとこから配信しましたけれども、お祭り明日までありますけども、非常に迷子が増えてますので、お子様と行かれる方は手をつないで離さぬよう、お連れ様がいらっしゃっても殴れる可能性大なぐらい人出が出てますので、あとは携帯電話で連絡を取りながら、隠れたらどこにいるの。先週もお伝えしたように、歩きタバコは絶対にやめてくださいね。はい、子供たちもたくさんいますし、人混みも非常に多いのでチャリの爆走もね、チャリの持ってのほかですね、ここでここで自転車は持ってのほか。チャリの爆走と歩き砂漠はやめましょう、うん、この公園の中で自転車を、乗って、爆走してる人を見つけたらラリャッとしてください。はい、それは僕が許します。ちゃんと機動隊も待機してるみたいな。大丈夫だと思います。ここからこれからもうこれから今何時ですか。もう間もなく、ね、ぼちぼちですね。
どんどん人も増えてくると思うんで、もう夕方3時、4時、5時ぐらいからはもう、そうですね、発行が終わってからの時間が、ものすごい人混みになると思うので、くれぐれも事故のないように皆さん楽しんでください。はい、ではですね、次回はちょっとすでにもう宮地さんの頭の中には、そうですね、ちょっともう放浪してこようかなと思いますので、ちょっと放浪してくるみたいなので、次回の配信の時は報告交互期待ということで待っていただければなと思います。今後もまたこういうようなね、外でとかいろいろちょっと機能性を活用したような配信とかもやっていっていいかなと思いますので、一緒に出たいよっていう方とかもお声掛けしていただければいいなと思います。何卒よろしくお願いしますといったところで、そろそろお祭り行こうかな。そうですね、というわけで、今回花ばっかりこすってましたけど、ぬるーく、あ、今週のセコマート、今週のセコマート、パインジュース、パインジュースですか、パインソーダ、パインソーダ、パインソーダ、今週のセコマートはパインソーダを飲みたいと思います。新製品初めて見た、飲んじゃいます。はい、まあ、本社そこだし、ね、そうですね、パインソーダいかがですか。パインだこれでブドウだったら怒るわいや美味しい、口当たりさっぱりしてて、脂っこいもの食べた後とかすっごいいいかもしれない。セコマートパインソーダ、セコマートパインソーダ、どうぞ。売ってないところは多分ないと思います、セコマートの店。いや、もう北海道の音もセコマート、そうですね、というわけで、我々、ちょっとお祭り見てこようかなと思いますので、鼻ばっかりこすんです、すいません、なんかムズムズしちゃって、ポプラですか、なんでしょうね、ぬるくお伝えしました、本日は。綿毛飛んでるのはアカシアかなんかでしょ、アカシア、ぬるく配信してまいりました、本日の宮人地、今日はここまでといたしたいと思いますので、また次回、次回予定は25日、まあ25日か、まあ、25日か、まあ、次の、まあ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 ぐらいな感じになると思いますので、まあ、ゆる誰かが多忙の場合は次の時、7月5日は俺フライドチキン食いすぎで入院してるかもしれない。ああ、そうですね、あれ 前の日の4日でしたっけ、まあ、そんなこんななフォークももしかしたらしながら、やっていこうと思いますので、また次回、よろしくお願いします。というわけで、また次回、また次回、宮地屋でございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず音って、あ、音もいけるよ。いいですか？音止めていいですか？はい。